ンポン。逆だったかもしれねえ。この状況は逆じゃなくてギャグだよ。例えば誰かと誰かの立場が入れ替わってしまったら面白いと思いません。思いませんか。エレ、通常のこれを見よ。何それ。これが今のみんなの属性です。はあ、これを。おおおお、そう、やめろ。てめえ、どうもバッタ先生です。今日もバッタバッタとみんなのお悩みバタ子さん。何と何が入れ替わったんだよ。ピョンピョン。お前とバッタが入れ替わったの。なんでお前そこの立場入れ替えたんだよ。うるせえうるせえ。バッタがゆかり先生並みに主張うるせえと異常にうるせえな。やめろ。鳴き声がセミ。いや、いいもんですね。バッタもバッタなら喋んな。そう、俺チェンジ。うわん、パブシ。やっと収まった。次は何が入れ替わったんや。なんだと。っていうことはツッコミは葵ちゃんか。ほら、早く変態として振る舞って。腹立つな、こいつ。フィッシュ、おパンツおパンツ。もっとやめろ。怖い。フィッシュ、おパンツ見せてくれませんか。言い方がぬるすぎる。そんなんでおパンツは見れないですよ。もっと気持ち悪く。できる、絶対できるから。できるできる、見ながら手首のパンツはつけないよ。フィッシュ、今日はどんなおパンツ履いてるんですか。見せてくれないと食べちゃいますよ。なんか芯に迫ってて。キモい。てめえ、おい、こら。こら、そういうことしちゃダメよ。バッタに怒られた。コングラッチュレーション。いい顔しやがって。てか、葵ちゃん、ツッコミは？なんでやねえ。え、ツッコミの天才。難易度に差がありすぎだろ。よし、次が最後のチェンジです。もう帰れよ、お前。うおお、チェンジ。どうなった？なんか属性が足されてる。天使。赤は天使ということは羽がないと。準備してくる。おい、じゃあ、ついなちゃんは。どっから来たの、その属性。カルルル、カルルル。お、これは狂犬やな。にゃーにゃー。鳴き声変じゃね。え、でもうちのケルベロスはにゃーにゃーって鳴きますよ。それ見本が特殊なんだわ。うおっしゃ、見てみて。天使の羽。天使の羽。ごめんなさい、嘘つきました。これはトンボの羽です。あら、いい子。騙してごめんなさい。騙されてねえよ。これぞ新生ゆかり先生劇場。いい顔してねえで、とっとと戻せやボケ。